スコット・フランシス・マクトミネーは、イングランド・ランカスター出身のプロサッカー選手。スコットランド代表。マンチェスター・ユナイテッド所属。ポジションは MF。5歳で、マンチェスター・ユナイテッド FC のアカデミーに入団。プレーを始めた頃のポジションは、センターフォワードだったが、アカデミーコーチを務めていたウォーレン・ジョイスの助言で、セントラルミッドフィールダーに、コンバートされた。 2013年7月、クラブとプロ契約を締結した。2017年4月のスボンジーシティ AFC 戦で初めてトップチームのベンチ入り。翌月のアーセナル FC 戦で途中出場し、トップチームデビュー。2019から20シーズンのオレグンナースールシャール体制では、ネマニアマティッチからポジションを奪い、2枚のボランチの一角に収まった。 2019年12月、人体を負傷し、戦列を離れることとなる。2020年2月23日、プレミアリーグ第27節ワットフォード FC 戦にて、復帰。3月10日、プレミアリーグ第29節でのマンチェスターダービーでは、試合終了間際に、ダメ押し弾となる、約35メートルの距離からのロングシュートを決め、チームの勝利に貢献した。 マクトミネー自身はイングランドで生まれ育ったが、スコットランドにルーツを持つためスコットランド代表入りを希望していた。2017年11月にはクラブでのプレーに集中したいと語っていた。2018年3月23日、コスタリカとの試合にて途中出場し、スコットランド代表デビューを果たす。ありがとうございます。